サブちゃんの時間です。ガチでした。サブちゃんだってほぼ更新しないですもんね。まあサブちゃん、まあちょっとのネタバレになっちゃいますけどね、一応ね。うん、だって今これ進行形の進行中の動画のやつでしょこれ。何言ってんだろう。てかサブ前投稿したのいつだろう。今すぐ確認したいんでちょっと待っててください。ちょっと待っててください。すぐ終わるんで、すぐ見れるんで、あと5秒後に見ます。5、4、3。嘘つきました、もう見れました。ネクロネシアの配信以来ですね。4ヶ月前ですわ。はい、お久しぶりの更新でございます。で、まあこのやつを始めたのがまああれなんですよね。その24かな、20、とりあえずアーケアがチューニズムとコラボして、チューニズムの曲にアーケアが追加された頃の2日後にやったんで、うん、めっちゃ言いにくい、分かりにくい言い方してるけど、ひたすらこれ周回してますね。あ、風呂入った後だからやりやすいわ、手が滑って。まあアーキャなんですけど、チューニズムの話するんですよ。いや、ですよじゃなくてしますね。ボロボロだ、頭回ってないですかね。今2時50分です。朝起きたらろれつが回らないのは確か。全然頭の中ではあの回転はできてるけど、その言葉に発するのがむずい。あ、ミスった。まあ一応2日でその課題曲のその最難関のね、アーケアの曲あるじゃないですか、あれまでは一応いけたんですけど、まあ多分また明後日あたりにチューニズムの動画化すると思うんですけど、お茶見機能100回のやつね。うん、もう100回めんどくさいんだけど。あのオープニングちょっと変えて、あのアーケアのあの激ムズ曲100回やってみたのタイトルの方が伸びそうな感じするわ。うち、ん、あれパート形式だからね、失踪ってわけにもいかないし、一応動画全部撮ってあるんですよ。で、なんかコメント欄でゆっくり音声入れてみてはみたいなコメントがあって、試しに入れてみようと思います。うん、ミスった。入れてみようと思いますね。多分莫大な編集時間かかるけど、うん、こういう時に限ってね、あの今の左右左の3階のあれがいつもミスるんですけど、ミスらなかったです。はい、やって1回目終わりますね。もうちょっとこれね、スタミナ数増やしてくれればいいんですけどね、なかなかそうにもいかない。6っていうところがちょっとね、3時間単位でその回復、全回復かな。クッして今物音したの。3時間単位で切り替わっていく、あの満タンになるんで、そこはバンドリーと違いますね。そうだね、16とかが安定だね。うん、まあこんなもんですよ。うん、中二ペンギンの旅はもうこれ、このやつがあって、たまにその優しめのやつがあったりとかで、その交互になってたんで、まあうん、山あり谷ありっすかね。両方きつくない、山あり谷ありは。ん？登りあり、ん？なんかあったよね。まあいいや。で、チューニズムもなんですけど、音劇をちょっとやり始めたっていうか、あれ？なんでロス？音劇やり始めたんですけど、うん、楽しかったのは最初だけでしたわ。もう二度とやらん
って思いますが、もうあんな無理っすよマジで。攻撃上から2番目の難易度がまだ楽しめたよ、うん、一番上の難易度とか意味わかんないからね。ガルパの曲あるから、やそういえばガルパの曲あったなみたいな。一応カプリチョやったんですけど、マジでクズです本当に。クソむずい。でなんかチューニズムと音劇の別機械っていうかあるじゃないですか、なんかカードを印刷するやつね。試しにやってみたんですけど、チューニズムのやつね、なんか一番いいやつみたいなのが当たってたんですけど、うん、わーいみたいな。せっかくだからアーキアの話もしようか。チューニズムのね、結局チューニズム、まあチューニズムのあのアーキアのね、とてね、最難関のやつね。あれやるのはいいんですけど、続けてやったら腕持たん、マジで。腕がね、もうパンパンになるんですよ、本当に。マジで。次の他の曲やろうかなと思っても、できないんですよ。腕パンパンすぎて、休憩がてらに他の曲やろうかなって思う。特に連打がダメになるね。あの曲連打がやばいから。で、連打にめっちゃ力使うじゃん。うん。他の連打、もう力尽きてできないの。マジで。動画撮り始めてからだんだんとちょっと、悪くなってくんだけど、スコアがやべえやべえ。気分転換にちゃう曲しますか。だんだんとひどくなってってんだよな。 9.9 ひど。最後なんかちゃう曲しますかね。でもアーキア一応全キャラやったんだけど、キャラゲットした後のその課題曲はむずすぎるっていうね。クリアが6個目なんですけど、多分1個下のやつで EX やっても無理なんで、多分ね、多分一番上のランクマスターでやらんといけないんだなと思うんだよね。本当に。なんかしれっとこの曲選んだけど、この曲あれだよね、あの やってあの音ゲーのやつね、俺が伸びてるあれで初めてやった曲なんだよね。その頃よりかは全然できてると思うよ、全然できてると思う。そこからだもん、アーケア本格的にやり始めたのっていうか、ちょっとアーケア、ちょっと日常でやっていくみたいな。なんか気が向いたらアーケアみたいな感じだったね。やることないな、あ、アーケアしようみたいな。そんな感じだった。でも今は毎日してるよ。だって期間限定っていうか、ステージだもん。だってあと見たら24日とか、本当に全部のキャラゲットできんのみたいな。多分ゲットできるんでしょうね。ここまで繋がったの、ああ知ってたよ。繋がらんとスコアにならんから繋がってくれよな、頼むよ。てか最初の時点でもうほぼ終わってんだよな。ほぼ繋がってないから。ああ難しいなこれ。裏っていうの、裏拍子っていうの、リズム天国の裏表。あとはバンドリの QA リサイタル。裏拍子かマジで嫌い。92万ぐらいいくかな。
まあ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 いいでしょう。久しぶりのサブチャンスっすね。なんかいっぱい話そうと思ったんだけど、なんか話せたかな。なんか忘れちゃってなんか話すことを、なんかさっき風呂入ったんですけど、あ、言ったか冒頭で、なんか話す内容ちょこっとだけ考えてたんですけど忘れましたね。ただ動画撮ることはずっと考えてた。ずっと思ってた。はい、なんかやるか。そうやったらなんかやるか。これで終わろう思ったけど、なんかやるか。いや、ほんとこれネタバレ要素満載ですからね。じゃあもう新曲2個ありますか。これどういった回できるんですかね。どうした、バグってたよね今ね。こっちやりますか。上と下だとこっちのが好きですね。上と下だとこっちのが好き。こっちのが好きだからね。意味わかんないけどね。でもなんかいけそうな感じもしなくもないけど、ほぼ無理ですよね。ダスてるるるるるるる、ここ未だに理解できない。ここだけ好き。あと最後の竜のところか。ここ本編繋がってましたよね。奇跡ですよマジで。初見プレイに繋がってやばい。マイマイね、なんか疲れる。マイマイはすごいいっぱいダメージくる。チューニズムはね、手の甲が痛くなる。じゃあごめん、違う、音劇は手の甲が痛くなる。あの横のボタン叩くの強すぎてね。チューニズムはマジで汗かく。何が何か分かんない。もう結果見たくない。下のやりましょう。でも譜面的には下の方が好きかもしれないな。クリアできるとは思ってないけど、左のゲージがね、満点になればいいんですけど、100% ありえないですからね。この連打あるじゃん。さすどうすればいいんだ。どういう指の動きすればいいんだろう。ただね、なんか地味に繋がってるところもあるんだよね。こういう、あ、でも譜面的にはやっぱこっちの方がいいわ。ここっすこ。できるとは言ってない。休憩ポイントですよ。でもちょっとでも好きって思えたらいいかもしれないですね。やっぱりこいつも忘れるわ。まさかそこで見せるんか。
これがずっとついてくれたらな。まだね。あ、もうここ意味わかんないな。確かこれ最後意味わかんなかったような気がする。どうなってんだよ。